やっとね、筋肉マンスラップ見つけた。2つで、まあ2つなんだけど、あと3つで全種類コンプリートだから、今回で全種類コンプは多分できないと思いますけれども、まあ被るかもしれないしね。これはとりあえず今までのカレクック、ミート君、テリーマン、ブロッケンマン、ウォーズマンに、ジェントルハリケーン、ロビンマスクで、ラーメンマンさんですね。あとね、ちなみにこのね、じゃん、あと筋肉マンと筋骨マンにシークレットが、あと3種類なんだけど、ちょっと2つしか見つからなくて、やっと見つけたわ。これ今までのやつね、ウォーズマンから始まり、ロビンマスク、ラーメンマン。この髪もいいよねこの顔マジ見っちゃってる。筋肉マンも最初の方さ、マジ騎士違いがやたらたくさんいたからな。よし、ということで、ね、2つあげましょう。この3種類のうちどれか1つでも出ることを願い、頼むよ。まず1つ目いきます。あー頼むぜ、マジで。もうこれあれが出なかったよ、マジで。これ店員さん頼んだら注文してくれんのかな。いくぜ、頼むぞ、頼むぞ。見て、この俺とそっくりなタラコ唇来た、筋肉マン来ましたね。やったぜ。いや、よかった、筋肉マン。あ、見事なタラコだ、これ。これ。この筋肉マンね、これマスク被ってるんだよ。ブサイクなんだけど、ほんとこれ脱いだら超イケメンらしい、筋肉マン。ほら。いいね。出た、筋肉マン。あとシークレットの筋骨マンで、もうコンプリート。やった、長かったな、これ2ヶ月ぐらい前からもう集め始めてっから、もうかなりかかってるけど、まあ、とりあえず筋肉マン出ました。やったぜ。ちょっと髪見てみましょうか、髪ね。牛丼一つで、なんだっけ、へのつっぱりはいらんですよ。へのつっぱり、これどういう意味、これ。へのつっぱりはいらんですよ。95万パワー。きた。いや、きたね。へのつっぱりはいらんですよ。いや、マジガチで嬉しいわ。ほんと、へのつっぱりはいらんですよ。へのつっぱりいらねえから、マジ。筋骨マンかシークレット出してくれよ。頼むぜ。よし、行くぞ。あー、緊張してきた。いくよ、ゴー。え、これやべえ、めっちゃ運いいぞ、俺。来ました、シークレット。シークレット来ました。え、マジで。だって逆にさ、俺これ運いいと怖いんだけど、チョコエッグの時にね、ここで運使っちゃうとチョコエッグの時運悪くなっちゃうから。来た、このじゃんけん、チョキかグーしか出せねえっていうな、カニベース。いやー、来たわ、これ、この名シーン。この顔。筋肉マンのこの顔。ひどすぎんだ。シークレット。じゃーん。出ました、シークレット。やっとぜ。はい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 。あと、筋骨マンだけじゃん。筋骨マン。あと一種類、筋骨マンだけ。よっしゃ、マジでこれ、調子いいんじゃない？でも、ここで調子いいとね、この、チョコイックの時に死ぬから、普通にね、この、マリオもちょっとね、飾ったし、こう、マリオたちと、ナメコとね、こう、じゃん。昔のマーベル。で、これね、下にもマリオ、前のマリオと、ま、いろいろ、あって、ま、今ね、このディズニーと、このマリオチョコレックね、あとこれシークレットだけ。シークレットだけなんだけど、なかなかもうね、チョコエッグが見つかんなくてね。あ、ちょっと、ごめんごめん。ちょっと待って、開けよう。カニベース、あ、もう開いてたわ。うおー、見て、このぶっさいになったら、これカニベースの、かわいいね、ほら、すげえ、土下座。すいませんでした、すいませんでした。どう、よし、あと金骨マンで全種類だわ。きた、シークレット出た、今回やったぜ。すげえ調子いいかも。ほら、カニベースでしょ、筋肉マン、カレクック、ミート君、テリーマン、ブロッケンマン、カラシュのベアクロー、ウォーズマンで、ロビンマスクにタラララランタ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 ンっていうことで、ラーメンマン。俺ラーメンマン超好きなんだよ、東証ラーメンマン。ゲームでさ、すごいファミコンだったから超ハマってて、昔小さい頃ね、もう幼稚園の頃とかね、すげえ前だな、懐かしいね。あの空手家とか流行ってる時、うん、空手家っていうゲームがあるんだよ、すっげえ面白い。まあ面白いっていうかね、単調なゲームなんだけど。ということでね、今回このカニベースと筋肉マン出たんで、あとはこの筋骨マンでコンプリートです。よっしゃー、
次回ね、コンプリートします。必ず必ず次回でコンプリートするんで。よし、来たぞ。よっしゃー、ということで最後は全員の土下座で終わりましょう。よっと、全員の土下座でね、すいませんでしたってことね。今回全部コンプリートできなくてすいませんでしたってことで、こうこの金くく金こぼれてんだよ、ちゃんとこうやってじゃん。次回必ずコンプリートします。すいませんでしたってことで、じゃあ次回シークレットじゃねえ、キングソマンで会いましょう。じゃあね、バイバイ。